皆さんこんばんは、カントリーアクスと言います、奈良でライブさせてもらうのは初めてでございます、高坂さんにちょっと呼んでいただいて今日参加のあれに至りましたんで、ちょっとあのビートルとかライトを聞かせていただいた皆さんの雰囲気よりもちょっと我々カントリー系でおとなしめに行きますので、よろしくお願いします。When I was a little fatty baby, my mama was walking in the creek in the morning, cotton fields back to home. It was down in Louisiana, just by the mountain. Oh, yeah.
be saved, that to be mine.歌詞の内容は悲惨な、あの愛なのか、楽しく聴いていただけたかなと思いますけど、なのでやらせてもらうのは初めてで、緊張のあまり、えらい喉乾いてますわ。ちょっと失礼してすいません。 大阪さんとはちょっと数年前からお知り合いになって、その縁でちょっといろんなところでね、顔合わせがあって初めて今日参加していただきました。ありがとうございます。京橋のハイハイ君ね、何回かありましていただいて、かつては新地の奥市で、新地の奥市でね、素晴らしい。続きまして、 和製関東でもないんですけど、
青い瞳を知ってた。ちょっと非常に甘い低音のボーカルチェンジ聞いてください。キャンディー包んでくれたのは古いニュースペーパー、白いペンキ何度も繰り返す夏の風の中で、今頃国のマジで観光にから覗くあんたはブロンドさえも色あせていた。派手な化粧
続きまして、カントリーというてもの和製の、あれで、高い人もやってくださって僕もやってたの私を待つ人がいるという次やらせていただきたいと思います。ちょっと今バンジョー楽器交換してますんで、この時間でちょっとバンジョー岡田隆明、彼今日は日帰りでなんと岡山から日帰りで今日もこれ終わったらすぐ帰らないと思います8時半まで行ってますけど今日中に家帰らなあかんらしいんで、であのまた甘い声のベース高岡英二であのこの奥にちょっといつも隠れて見えへんでよう文句言ってるんですけど、キーボード山本洋一高一点クロマチックハーモニカ山本圭人通称圭人ですね、横でちょこちょこ弾いてるのがねフラマンっていうの楽器なんですけどフラマンのプーさんのこと、長野さんです、ギターとボーカルの意地川と言います。決して意地悪ちゃいますよ石川に濁点で意地川ね性格は性格はよくて割と純粋なんでよろしくお願いします。次はだからその深い人がね
まず待ってくれてへんっていうね。そんな水飲んだらおしっこ近くなりますよ。そうやね、最近ねトイレがちこなるしさ、で一応こう菓子こう前に置いてるんですけどね、老眼で見えへん。今後はちょっと眼鏡していきたいなと思うんですけどね、もううっすら見えてるから 時たま菓子間違うんですけどね。やっぱりこの年になってもう平均年齢ね、もうほぼ古希に近い年になりまして、おじさん番というよりはおじいさん番ですね。おじいさん番がおじいになってきてましてですね、聞くともあの2人に1人の男性はですね、前立腺肥大になってトイレが近くなるというね、いや将来なるかも分からへんね、大阪さんもね。僕なんかひどい時ね、朝起きてお昼ご飯食べる前に7回、これ冗談で言うとほんまに行きまんこれ、だけど医者やったら病気やって言われてね、もう年やから社内です。今度はオリジナルをね、前立腺ブルースとかね、頻尿エレジとかオリジナル曲を作ろうと思ったのでぜひお楽しみに。次回やめろ。続きまして、特効薬という、今もさることは約50年、40年。これで特効薬？前立腺の特効薬ね、欲しいけどな。なかなか、ここに。先輩がね、作った曲で、大体20歳ぐらいの、若い男の子が彼女欲しいなと思いながらね、三条界隈をうろうろしたと。三条、京都。あ、京都。あ、あれでも三条はね。あ、そうか。すいません、京都の三条です。僕ら、前身は実名館がね、フォークソン運動公会キークスで、もともと結成したんですけど、その時のメンバーはほとんどもう一人ですけど、還暦を契機に再結成しましてですね、バタバタとみんな駆けつけて、バタバタとね旅立っていったらすごい、本当にマジでね、ここ 4,5 年の間に非常に悲しい。俺も危なかったよ。ほんま実は2年半前に脳幹拘縮でこう頭詰まりまして、右半身不随でびっくりと思う。もうここで出していただいてるだけでもありがたい。ビタ引いてません。え？引いてへんねん。エアギター。エアギター。引いてるように見せかけてもらって。まあ、暗い話はそれ。まあ、それぐらいして、そのための特効薬というね、どこしていやなのか分かってきたんだよ。心が乾いているからさ、ただそれだけのことさ。いくらコーラを飲んだって私にはなれしない。どこやくは君の愛、欲しいものは君の愛。耐えられないこの気持ち、いつになったら笑顔に生きるようになれるのか。いくらコーラを飲んだって足にはなれしない。どこやくは君の愛、欲しいものは君の愛。Thank you.
なんとなく二十歳ぐらいの男の子の淡い下心がね、にじんだ歌とちゃうかなと思うんですけど、特効薬という曲でした。ここでちょっとまあ英語の歌詞に日本から戻しまして、カントリーロード、Take Me Home Country Road、 ジョン・デンバーで、有名なんですけど、オリビア・ニュータン・ジョンの、コーラスバージョンから、もう字も見えへんしね、過去今何番目か分からへんから指で追わへんかったらこうできへんかったっていうね、鳴らせへんだろ、私なんで聞いてないもう無視すばらしい5分スタートで45分までで40分あと5分で、まあ、45分、はい、はい、では Country Road Take me home To the place Mountain Mama, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, Orange Mountain, Shenandoah River.It's all there, older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia.Dark and dusty, painted on the sky. Incident of moonshine, chill up in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home.The voice in the morning hour, she calls me. Radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home.次はラストの曲でございまして、ウィザーサークルビーアンブロークっていうね、カントリーの比較有名な曲で、これも実は、バンジョーも入って軽快で楽しく聴いていただきたいんですけど、実はあの寒い日のアナウンサーにね、母ちゃんがいてもらうと、でそれを兄弟で嘆き悲しんでるみたいな、ね、もうそんな風な歌詞だと思うんですけど、
フィギュアサークル B4 のちょっとトイレまだ持つんでもう一口だけしますトイレ計算してない水飲むかなとほんま終わりやなと思ってもうそんなこと言ってもこなしてねステージで歌わせてもらってるだけね幸せや思って感謝せなあかんねん誰に言うてんの自分で言うねん決してうちの嫁さんに言うとんじゃんということで、ラストの曲ですミゾサークルビアンで Gracias.